賃貸管理をやってる会社の収入源っていうのは家賃じゃないんですよ。管理費なんですね。借金の勉強にもなる雑学ということで、ぜひ聞いていただければと思います。そうなってくるとですね、まあ、当然心配するのは家賃滞納なんですよ。入居者の方、次何て言うと思いますじゃあ家賃安くしてくれっていう言うんですよ、大体。女性社長、<noise> のの不動産大学、緊急事態宣言で不動産業界はどうなっているのか徹底解説編ということで、 まあこれからですね不動産業界、就職を考えていらっしゃる方、ですね緊急事態宣言が出て、ですね、まあ、今後、不動産業界どうなっていくのか、これから転職考えて、宅建、勉強してるのにどうなっちゃうのか、とても心配されていらっしゃる方、多いと思います。実際、コメント欄にもですね不動産業界の現状をぜひ教えてくださいというコメントが多数ありましたので、今回、ですねここでちょっとがっつりしっかり解説していきたいと思います。 まずですね、これ、ほ他の動画でも前回私言ってるんですけども、基本的にですね現時点で、ですねまだこれ4月の中旬ですけども、現時点において、不動産業界にはですね、まあ、もちろん影響は出ている会社と、影響はそこまで出ていない会社とあります。これですね、はっきり分かります。で影響は出ている部門とそうじゃない部門というのもあります。これちょっと徹底的に解説したいと思います。緊急事態宣言でまだ影響が出ていないのか。 影響が出ているところと出ていないところの仕組みを知っておくというのはとっても重要です。これもですね、また、宅見の試験の知識も入ってきますんで、必ずそういうエッセンスは入れていきたいと思いますので、ただ、雑学だけじゃなくてですね、宅見の勉強にもなる雑学ということで、ぜひ聞いていただければと思います。じゃまずですね、 私、以前ですね、別の動画で、不動産業界就職するんであればですね、管理もやってる会社がいいっていうお話をしました。私、以前の動画でですね、賃貸管理もやってる会社が非常におすすめだというお話をしました。これちょっともうちょっと補足させてください。これですね、賃貸管理やってる会社です。これコメント欄にもいろいろありました。いろんなご意見いただきました。ちょっと私、補足させていただきたいんですけども、コメント欄に多かったのがですね、景気悪くなりそうじゃないですか。既に生活困窮している方出てきてるっていう話が出てます。そうなってくるとですね、まあ当然心配するのは家賃滞納なんですよ。 家賃滞納が起きたら管理会社大変じゃないですか危ういんじゃないですかっていうお声をいただきました。ちょっとこれまず解説したいと思います。これ根本的なお話をしますよ。まずですね、賃貸管理をやってる会社の収入源っていうのは家賃じゃないんですよ。管理費なんですね。家賃ではありません。家賃で収入を上げているのは大家さんなんですよ。 結構これ誤解してる方多いんですけども、不動産屋がアパートやマンションを持ってるわけじゃないんですよ。もちろんそういうものもあります。そういう会社もありますけども、例えばですね、エイブルとかアパマンショップとかああいうところがやってるものっていうのは基本的に大屋さんが持っているアパートやマンションを管理してるんですよ。 だから、所有してるわけではないんですね。だから、もともと家賃が入ってこようが怖いが、基本的には管理費を大家さんからもらっているので、家賃滞納が起きたからといって、業務は多少面倒くさくなる場合はありますが、別に管理費もオーナーからもらえばいいわけですからね。特にそんなにダメージはないんですよ。家賃滞納が発生したとしても。でこれ、ついでにちょっとですね、補足して知識を言ってことです、ね、家賃滞納がたくさん発生すると、管理会社大変じゃないですかっていう方いるんですけども、 あの、これ厳密に言いますよ。これ、あの、分かってない管理会社の方結構多いんですけども、家賃滞納が発生した場合にですね、管理会社の人が入居者に連絡をして家賃を払えて督促する行為は非弁行為になりますからね。これ法律違反なんですよ。ね、これ結構知らない方多いんですけども、家賃の滞納の督促は管理会社にする権限ないんですよ。債権回収できないんですからね。管理会社は。例えば、一本電話を入れて家賃の支払い忘れてませんかぐらいのことをサービスでやるっていうような感覚であればギリギリセーフだと思いますが、 要は払えとかですね、そういうことを大家さんに代わって言うっていうことはできないですからね、これ、特に管理委託契約書の内容の中にです、ね、家賃督促とか入ってるんですけども、まあ、これ一応、便宜上入ってるっていう場合もあるんですけども、これ突き詰めていくとですね、債権回収にあ当たってきますから、家賃の滞納の督促っていうのはですね、だから本来的には大家さんが弁護士に依頼してやらなきゃいけないんですよ、家賃の督促っていうのは。ただ、これ管理会社の方がですね、こう、慣習的に大家さんに,のに代わってですね、入居者に連絡するっていうことは、状態化してやっていますけれども、 厳密に言うところははやっちゃダメなんです本当はだこれ知識で入れておかないとやって大丈夫だと思ってガンガン行くとですねあのたまに賃借人がそうあの弁護士とかに相談すると反撃食らいますからねだから基本的にはそこを知った上で、えー、もし家賃督促の連絡をするんであればあの後で反撃食らいますので気をつけてください。まあ、ということで,です、ね、家賃滞納が起きても管理会社はそんなにです、ね、あの影響は、まあ、直接的にはまず受けません。 まあ間接的にじわじわ来るという可能性はありますけども、その空室がどんどん増えてこればですね、まあ、親さんからもいろいろ安くしてくれとかって呼ばれる可能性はありますので、そういう意味では多少影響は出る可能性がありますが、今のところ直接的な影響はそこまでそこでは出ないというふうに私の方では思っております。それよりもです、ねまあ、影響が出ているのがです、ね、設備交換とかです、ね、そっちの方のクレームの方が結構大変になってるんですよ。これ何かととといいいうとです、ねまあ、最近ちょっっ回復してきててきるみたいですけども日本のの、ね、電化製品の部品部、ね、結構 多くが海外でで作られてるんですよ特に中国とかですね、パンデミックとかあの世界的な影響によってですね、そういう工場が停止しちゃってるところが結構まだ多いんですよ。で何が起きてるかとというと 例えば、エアコンとかですね、給湯器とかの部品が入ってこないがために、設備の故障した部屋の設備交換が止まっちゃってるとかですね、そういうことは結構あります。例えば、エアコンが故障したのに、エアコンの部品が入ってこないとかですね、そういうことがすでにもう何か所かで起きてます。で、こういった場合にですね、まあ、入居者の方から当然クレーム入るじゃないですか。で、一番多いクレームって、だいたい例えばエアコンが壊れたって電話来るじゃないですか。いや、すいません、今ちょっとあの自粛になってるんですぐ交換できませんとかですね、部品が入ってこないんですぐ交換できません、ちょっと我慢してくださいって、まあ、管理会社の方案内するじゃない 入居者の方、に何て言うと思いますじゃあ、家賃安くしてくれっていう言うんですよ、大体、家賃を下げろって言ってくるんですね、問題、ですここで下げろって言われた場合に、どう対応すればいいかっていう話なんですよ。まあ、基本的には、ですねあの少し数日ぐらいであれば、待ってもらってもいい、待ってもらうように説得するしかないんですが、この問題、ですねよくあの不動産屋さんから相談されるんです、こういう風に入居者の方から言われたんですけど、どういう風に対応するのが正解なんですかって、よく相談されるんですが。 これですね、実は一つの目安があります。これですね、日本賃貸住宅管理協会っていうですね、これはまあサブリスの物件を管轄しているまあ団体なんですけれども、そこの方がですね、一つの指針を出してるんです。こういう場合には家賃をこれぐらい、ま、負けたらどうですかっていう指針を出してるんですね。これ結構面白いんですよ。例えばですね、ここにちょっと表示させますね。こんな感じでございます。ね、結構面白いんですよ。これ例えばトイレが使えない。ね、トイレが詰まったとか、トイレに水が流れないとか、こういう場合にですね、どれぐらい家賃を下げるのが妥当か。 これですね、30%らしいんですよ、30%。月額の減額割合30%。例えば10万円の家賃であれば30、30%で3万円値引きなさいということですね。で、ポイントなのは、その横にある面積日数ですね。これ結構ポイントです。これ面積日数って何かというと、何日ぐらいまでは我慢してくださいって言えるっていう日数です。例えばトイレが使えないというのは1日ってなってますよね。要は1日以内に直せってことなんですよ、簡単に言うと。 緊急度が高いんです、ここの日数が少ないということは。もう、1日、その壊れたって言ってきて、その日、もしくは翌日に直せないんであれば、もうこの30%減額は請求しても妥当じゃないですかっていうのが、まあ、基本的な指針の考え方ということなんですね。だからこれ、緊急度が高いんです、トイレは使えないってですね、もう衛生上の問題ですから、もう至急やってあげなきゃいけないわけですよ。翌日にはもう使えるようになってなきゃいけないわけです。こういう基準があります。 まあこれ、全然、これ、絶対じゃないですからね。ただ一応、こういうのを利用して、これ、例えば、アパートを借りてる人の側からの心理からすると、こういうものを使ってですね、大家さんに交渉するっていうのは、一つの方法です。まあ、管理会社側のスタンカスからすると、こうだからこうすぐ負けなきゃいけないということじゃないですよ。ただ、こういう基準が一応ありますというだけです。これ、私がもし仕事でアドバイスを求められたら、基本的には応じなくていいってアドバイスしますからね。一応言っときますけども。去年、こんな応じ始めたら、きりがないので、基本的には、あの、応じないっていうスタンスで、もう訴えてこない限りは応じないっていうスタンスでいいですよっていうぐらいの アドバイスも私はしますが、一応こういう基準があるので、交渉したい方はどうぞということで、一応参考にしてください。まあ、こういう感じで、ですね例えば設備の今お話し,しましたけど、あと例えばですね、ま、あのマンション作ってる最中とか、ですねアパートを作ってる最中で、建築資材が入ってこなくて、ですね建築がストップしてるやつなんかも結構出てきてます。今、大手のです、ね、建設会社なんかもですねあの感染者なんかが出たりして、建築がストップしてますけども、あれは本当に非常に大変なんですよ。もう完完成成すすする予定の時ににしなないとででね非常に大変なんです もうそういうところで,です、ね、影響が出始めていますけども、基本的にあの賃貸管理系ですね、賃貸管理もやっているところで、その管理物件はある程度の個数、1000個とかですね、ある程度まとまった個数を管理している会社に関しては、たとえ賃貸のです、ね、お部屋探しのお客さんが緊急事態宣言で来なくなったとしても、数ヶ月程度は耐えられます。もう大きく売り上げはもちろん減りますけども、潰れなくて済むと。 なんとかなるというふうな会社は比較的多いです。少なくとも私の顧問をしている会社の場はそういう系のところが多いです。ただ、あの前の動画、以前の動画でもやりましたが、売買だけとか、賃貸だけとか、それだけに頼ってやっているところっていうのは、店先のお客さんが来なくなった時点で大ダメージを受けます。ね、今、こんな時,点時期にですね、あの飛び込み営業してですね、マンション買ってくださいなんて、不謹慎でできないじゃないですか。 ね、だからしばらくそういうところは非常に苦労すると思います。だから結構ダメージを受けるところと受けないところでですね、結構差が出てきてます。実はですね、そんな不動産業界の中でもですね、大ダメージを受けている、もしくは潰れる可能性があるかもしれないというですね、被害を受け受けている、もしくは受けそうになっているっていう部門業界があります。これ気になりますよね。これぜひ聞いといてもらった方がいいです。これ結構不動産業界のですね、闇の部分でもあるんですが。 ちょっとここですね、あの解説していきたいと思います。これちょっとぜひ聞いておい,いてください。これから不動産業界ですね、就職するという方、ちょっとぜひ聞いていただきたいので、ちょっとこれ明日やりますので、ちょっとぜひまたちょっと明日見てください。ということで、ではまた。